皆さんこんにちは、岡田克也です。久しぶりの休みが取れたということで、劇団四季のミュージカルリコーランを妻と一緒に見に行きました。数年前に出されたものですけれども、今回1ヶ月という期間を限って東京で公演が行われたものです。このミュージカル、まず驚いたのは、決して安くない、そういう料金設定にもかかわらず満席で、多くの人が見に来ておられたということです。そして中身はリコーランという、戦前戦後を通じてのスターの、その生き様、特に戦前の、中国での活躍、そしてその後の敗戦時の厳しい状況というものを描きながら、戦争の悲惨さ、そして、日中双方の国民が、いかに、その戦争によって、厳しい状況に直面したかということを描いたものだと思います。ミュージカルですけれども決して楽しいというものでは全くなく、戦争の悲惨さ厳しさ、そして、同時に、日本と中国がお互い、より良い関係を築いていってもらいたいと、そういう浅利慶太さんの強い思いが伝わってくる異色の作だというふうに思います。ちょっと重い気持ちになりました。しかしこの時期にあえて、このリコーランをリバイバルさせたのは、やはり現在の日中関係について、浅利慶太さんの非常に強い危機感、そして、我々政治家はもちろんですけれども、国民の皆さんに広く戦争の悲惨さや日中関係の重要さというものを考えてもらいたいと、そういった強い思いが伝わってくる、そういったミュージカルだったというふうに思います。今日は以上です。